はい、どうも、ブンでございます。今回のレトロゲームは3本です。はい、ハイドライドスペシャル、スイッチオン。はい、この音楽ね、あれに似てますよね。映画インディ・ジョーンズのね、テーマ曲に似てませんか？まあ似てるんですよ。参考にして作ったらしいんでね。はい、とりあえず大丈夫。はい。はい、続きまして。ヘラクレスの栄光。東神魔教伝ヘラクレスの栄光。スイッチオン。これ RPG です。東神魔教伝。データイーストさん。1987年の作品です。スタート。はい、こんなね、ドラクエタイプの RPG です。これいきなり街から始まって、どうすればいいかよくわからないっていうね、ゲームです。まあ、人に話聞いていってね、だんだんと進んでいくやつだと思うんですけどね。はい、こんな感じ。はい、続きまして、その続編。はい、ヘラクレスの栄光2。タイタンの熱望か？ちょっと読めないです。ごめんなさい。スイッチオン。来た。ヘラクレスの栄光、タイタンの熱望でしたね。1989年。これはね、セーブ機能ついてます。再開する。レベル44とか。ん？消えてしまいました。まあ、さすがにね、30年以上経ってますから消えてしまいましたね。消えてんのに、なんで残ってんのこれ、名前が。こんな感じ。お前よりね、ドラクエに近づいたって感じ。これ武器屋とか、IN。外出たんやけど。港があるな。犬がいる。うわ、黒。暗いぞ。なんでこれ。黒いぞ。なんか地下かなんか。別の世界かなんか。はい、こんな感じ。それでは購入価格を発表しましょう。はい、ハイドライドスペシャルが、110円。安いね。ヘラクレスの栄光が、260円。ヘラクレスの栄光2が、ちょっと高い、420円でした。ね。はい、ハイドライドスペシャル、ゲームスタート。アクション RPG。もうこれも一回、あれ？ A ボタンじゃないの？ファミコン版のね、FM7 のね、ファミコン版じゃ、パソコン版の FM7 のハイドライドはね、見たことあるんやけど、友達が FM77 AV 持ってたから、まあ、それの移植でハイドライドスペシャルっていうね、ゲームになってます。あれ、入れる？やばいやばい、ライトがない。ライフはないからすぐ死ぬぞ。ライフどうやって早くするんやったっけ。アイテム、死んだ、なんか死んだ、死んだ、終わった。はい、この3本の中ね、欲しいのがあったらね、ブンさんの購入価格を参考にね、買えば絶対に損はしません。欲しい方は買ってみてくださいね。それではまた別の動画でお会いしましょう。ほな、さいなら。